はい、健康生活チャンネルの海老原隆弘です。今回はですね、顔のシワを取りたければ、アーモンドを食べようということについてお伝えします。であなたは、顔のシワをなくしたい、シワを取りたいと考えてはいないでしょうか顔のシワがあると、いかにも年を取っているように見えてしまって、まあ、とても嫌なものですよね。まあ、逆にですね、シワが全くなくて、もうピンと張ったような卵肌だと、年齢よりもかなり若く見てもらえます。 それくらいですね顔のシワというのは見た目年齢に大きく影響してしまうんですねそこで今回は研究の結果から分かった顔のシワとアーモンドの量との関係性についてお伝えしますこの動画をご覧いただくことでアーモンドの効果で顔のシワが取れる理由が分かって見た目年齢を若く保つことができるようになります 逆にご覧いただかないと顔のシワを減らせる理由が分からずにシワを減らすことができる機会を失ってしまうことになりますのでぜひ最後までご覧になってくださいこの健康生活チャンネルでは健康美容ダイエットに役立つ食事や生活習慣の情報をお伝えしていますのでお見逃しがないようにぜひまっすぐチャンネル登録をお願いします でまず、ですねシワというのは一体どのようにして作られているのかこれがわからないとアーモンドの効果が理解できないですのでシワができてしまう原因からお伝えしたいと思います。 でシワの種類には2種類あってそれが表皮性のシワと神秘性のシワになりますで表皮というのは皮膚の層のでですすね皮皮膚膚何層層かあるんですけども皮膚の層の表面に当たる部分で神秘というのは皮膚の深い部分の層になりますでこのうちですね表皮性シワの原因は乾燥なんですねで皮膚が乾燥してしまうと角質層が剥がれやすくなってしまってその隙間から水分が蒸発してしまうことになります のでで一時的にシワができてしまうことになりますでこれがですね若い方であれば肌に弾力がありますので一時的な問題なんですけれども年齢を重ねて肌が老化劣化してしまうと肌の弾力が落ちてしまいますので一度できた表皮性シワが取りにくくなってしまうんですね。 ま,あですからまずはですね肌というのは水分を失わないようにする必要があるということなんですでそのためにあの栄養素を取ったりだとかねあの保湿をするってことが大事なんですねでそして神秘性のシワがあるんですがこれが深いえシワの層ですねでこの神秘性シワの場合これの原因はコラーゲン繊維の劣化であるとか減少になるんですねで肌はですねコラーゲン繊維といってタンパク質からできている繊維によってこの構造が 維持されて肌の張りを作っています。 コラーゲン繊維というのが、あのー、まるでその支柱というか、ねあのー、支柱その支えになっているようなあの構造をしていますのでこれでその弾力を作っている厚みを増しているような厚みじゃないな張り、あのーまあ、を作っているんですよね。でこのコラーゲン繊維はタンパク質が3本集まって、ね、この鎖のようにこううね,ね,じね,じねじねじねじしていって交わることで立体的な構造となって厚みと弾力をもさ持たせるという役割があるんです。 ですのでこのコラーゲン繊維がしっかりした構造を維持していれば肌は弾力があるハリのある肌になりますしかしこのコラーゲン繊維を破壊してしまう物質があるんですねそれが活性酸素という物質なんです活性酸素は私たちが呼吸をするたびにですねふっ で呼吸をするたびにその一部が変化して作り出されていくんですねでこの活性酸素は細胞を壊してしまうという毒性がありますので活性酸素が大量に発生すると肌のコラーゲン繊維を破壊してしまってその 3D 構造でねその鎖がねじねじみたいに作られているこの厚みを持った物体がですね壊されてしまって肌がぺちゃンとね落ち込んでしまって肌の張りが失われて神秘性のシワが作られてしまうんですね、まあ、ですからこの活性酸素 ということがこのコラーゲン繊維が作ら失われてしまうとこれが年齢性のですねずっと残ってしまうしわの原因になっちゃうんですね。 まですからこれがしわ、ね、を作ってしまう、まあ、原因の部分なんですがちょっとは分かっていただけたでしょうか。まあ、ということで、ね、シワの原因が分かったところで今回の研究報告に移ろうと思うんですがこの研究はです、ね、アメリカカリフォルニア大学からの研究報告でアーモンドが抗酸化物質の豊富な供給源であることからアーモンドを取ることで顔の皮脂の生成とシワに及ぼす影響を調査しました。 でアーモンドって、ね、その抗酸化作用があることが、ね、以前から分かっているんですよ。まあ、というか、ナッツ類はあのビタミン E という栄養素を、ね、含んでいることでこのビタミン E が抗酸化作用つまり活性酸素を分解して無害の物質へと変えてくれるという作用があることが分かっていますので、まあ、昔から、ね、その活性酸素を分解することで老化を抑えるという働きは分かっていたんですねですが今回です、ね、それをしわに着目してアーモンドがこのしわを減らせるのか。 ということを実験した研究になるんですね面白いですよね でこの研究ではですね50人の健康な閉経後の女性を対象としてまあ、だから閉経後ですからまあ50代とかその60代とかまあある程度年齢のいっててそのシワができている方ですよねそういう方を対象としてその期間はですね16週間まあ、およそ4ヶ月で実施されましたでこの期間の間ですねエネルギー消費量の20%をアーモンドに変えたグループと同じカロリーですがスナックをねスナ スナックをを摂取したたグループに分けて比較を行ったんですね。ですから片方のグループでは16週間シワのある方がね、16週間アーモンドを食べ続けたとそしてもう一つのグループではしわのある方が16週間スナックをね、そのエネルギー消費量の20%を食べ続けたという実験を行ったんですね。 ですからこれでそのシワが減っていればあアーモンドでシワが減ったんだねっていうことが分かるんです。でシワがですねじゃあ減ったかどうかの判断ってどうやって行うかなんですけどもこれをですね人の目で見てねあちょっとあなたシワ減ったかもしれないですねみたいなそう,そういう判定していくとですねあの研究者の判断次第になっちゃいますのであシワわ何、うん、まあセンチかな2 5センチかなみたいにしてるとですねあの人の目の判断権力が甘いですのであの再現性がないんですよ。 人の目って結構適当ですのでなかなかそれが一致しないんですよだから確実じゃないんですよねそこでこの研究ではですねそれを確実にするためにその被験者の顔写真を撮影してそれを画像分析のシステムにかけることで研究のスタート時と8週間後と16週間でねその写真撮って画像検索に画像分析にかけることでこのそれぞれのシワの変化を測定したんですねもう今やですね AI でシワの多いとか少ないとか その幅であるとか彫りの深さとかこういったこともわかるんですね。最新技術ですごいですね。でこの結果ですねアーモンドを摂取したグループでは16週間後の画像分析においてシワの重症度とシワの 幅幅幅ですね幅の大幅な改善が見られましたでシワの重症度では9%シワの幅では10%も改善が見られてるということですので4ヶ月でシワが1割減るんであれば結構すごい効果があるなというふうに思いますよね。 ですので顔のシワを減らしたいという方は是非アーモンドを取っていただくといいということが分かったんですでなぜですねアー,モンドのえーアーモンドにですねこれほどのしわの,の改善効果があるかなんですけども今回の研究ではそこまでねその断定はできていないんですね、まあ、しかしですねこれはアーモンドの効果を考えるとアーモンドの栄養素であるビタミン E が抗酸化作用がありますのでこれがお肌のシワの原因となる活性酸素を分解してくれて肌を守ることでシワを減ら 出したのではないかということが考えられます まあですので同じ原因から作られるお肌のたるみであるとかそのシミであるとかねこういったものまで減らす効果があるんじゃないかなというふうに考えますねで今回はですねアーモンドについての話ですのでま次にねそのアーモンドの他の効果もお伝えしておこうと思いますでまずはアーモンドはですね豊富なビタミン E によって抗酸化作用がありますので肌や髪を若く保つ効果がありますね、まあ、ですから今回の経験で分かったようにシワを取るね効果もありますし ハリミを予防したりとか改善したりとかシミであるとかこういったものを改善する効果があるんですね。でまた髪であっても同じでですね髪も抗酸化物質をちゃんと取ってないと張りであるとか艶が失われてしまってバサバサ髪とかエタケが増えてきたりしてしまいますのでまあ、この髪をね若く保つという効果もあるんですよ。でそしてですね動脈硬化を予防することになりますので活性酸素を分解することでねで活性酸素がどこの動脈硬化進行させますのでビタミン E が活性酸素を分解してくれると 透明効果を予防することになり、脳卒中であるとか心臓病などのリスクを低下させてくれるという効果も期待できます。で、またアーモンドには食物繊維がとても多いですので、便秘の解消であるとか腸内環境の改善効果が期待できますね。で、さらにアーモンドの脂質は油は不飽和脂肪酸という植物性の油なんですけども、その中でもオレイン酸といってオリーブオイルに多い油を含んでいるんです。 でオレイン酸は悪玉コレステロールを低下させることが、えー、低下させる働きがありますので、まあ、これも動脈硬化を予防して血液をサラサラにしてくれる効果がありますね、まあ、ですからアーモンドはですねシワを改善するだけではなくてさまざまな嬉しい効果があるんですでアーモンドのねじゃあ摂取量ですけどもどれぐらい食べればいいかわかんないですよねさすがにですねアーモンドも食べ過ぎるとカロリーが結構高くてですねナッツ類 でカロリーはまあまああ高めなんですよ 100g 取ると 600kcal 摂取することになりますからさすがにそれだとね多すぎますよね女性の基礎代謝量って1日に 1150kcal っていうふうに言われていますので、まあ、600kcal 取っちゃうとちょっとオーバーかなというふうに思います、まあ、ですからいろんな文献をね見てみましたが1日にですねアーモンド20粒ぐらいがまあ妥当かなというふうな思いますね まあそれぐらいだと効果も出るし取り過ぎにはないなんじゃないかなというふうに思います。 でまた、いくらアーモンドにいい効果があるからといって、例えばですね、甘い蜂蜜でね、そのコーティングしてあるものとか、砂糖をまぶしてね、まあ、砂糖が周りにくっついているものとか、アーモンドを食べてみて甘いものとかね、まあ、こういったものだと糖質の取り過ぎになってしまいますから、逆にですね、糖化といって、老化反応を引き出してしまう恐れがあるんですよ。まあ、ですから、シワを改善したりだとか、健康効果を狙いたいのであれば、アーモンドをはじめとしたナッツ類は、 でまたですね逆に老化を進めてしまう物質もですねいろいろあるんですがこちらについてはですねあの老化を進めてしまう物質として別の動画で詳しくお伝えしていますので是非次はですねこちらの動画もご覧になってください。 でアーモンドをはじめとしたナッツ類はビタミンやミネラルそして抗酸化作用に優れていて低糖質ですのでダイエットにも良くてさまざまな健康効果があることが研究の結果から分かっているんですね、まあ、ですから地中海食のような健康食でも結構その中心とされているんですねぜひですねシワの改善のためにでもいいですのでナッツ類を取れる食生活を作りましょう 私の生態やサポート付きのファスティング、そして今回の内容のプログラ興味を持っていただけたら、下の説明欄のリンクからご覧になってください。で、また、今回の内容がためになったなというふうに思っていただけたら、チャンネル登録するかはお任せしますが、ぜひもう一本ですね、動画をご覧になって、健康で痩せて、綺麗な体を作っていただけると嬉しいです。では次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。